はい、皆さんこんにちは、マイチクです。今日もドレスピ楽しんでいきましょう。今日は、前回ね、無料カゴだまとめて引いていきましたが、今回もね、まとめて引いていくあのガチャですね、やっていきましょう。今回はね、スピチクです。はい、こちらね、この確定と 30%、 このね、2つ引いていこうと思います。まあこのスピーチ系もね、入っている車両はね、結構皆さん集まってきたんじゃないでしょうか。僕も同じで、まあそうですね、ハイスペック車両もそこそこ集まってきてはいるんですが、まだねゲットできてない車両も確かにあります。ハイスペック車両以外でもね、なのでその車両が1台でも来たらまあいいかなという感じですね。まあできれば2台3台と欲しいのが本音ですが、貯めた31枚かな、すべてまとめて引くと、引いていきましょう。まずは、30% の方、10連やっていきます。赤トレ、いきなりね、あ、これはいいですね、幸先いいですね。あの S2000 無限バージョンかな、まあ、僕持ってないですね。いやー素晴らしい、一発目からいいね。はい、赤トレ、あー、パフォーマンスコンセプトは白くプラプラだけど、まあいい車両なんでね。はい、いやー 30% でいきなり欲しいの1台目が来ましたね。いいよ。でも赤トレもう1台ぐらい欲しいな、これ。はい、このね、無限の S2000 来ました、よかったね。でまあこの B4 ね、 B4 起きて、で STI パフォーマンスコンセプトですよね。これも素晴らしい車両です。で黒箱はありがたいですね。いや、いいでしょう、最初の 10%、素晴らしいと思います。残りの8連もうやっていきましょう。赤トレ来てほしいね。まずは、はい、箱も嬉しい、箱も嬉しいからの箱も嬉しいけども、赤トレが欲しいですね。来た。はい。お、グリーンモンスターからの、おお、これは何だったかな、あのエボのウラヌスか。はい、赤トレ。おお、 86GRMN。 いや、いいんじゃないですか、これグリーンモンスターとこのウラヌスですよね。この2台いいですね。僕実は持ってますけども、はい、まだね、星6プラプラには遠いので、ありがたいですね。メダル300枚得をした感じですが、いや、ハイスペック車両が出るとやっぱり嬉しいですね、これね。さて、問題の確定ですが、こちらはね、まあ、30% と変わらないものでしょうね、入っている提供割合としては。ただまあ、箱がなく、すべて車が確定で出てくるということで、まあ、10連。はい、やっていきましょう。ドキドキしますが、何が来るのか。さて、もちろんアカトレから来て、おー、いいね、シェバリアだったかな。で B4 でアカトレで、ちょっといらない方だな。でアカトレで、あ、ネプチューン、いい、素晴らしい、君はよく来るな。次も、あ、サバネコか、持ってるんだけどな。あー、ロードスター、はいはい。え、 CTR はいらん。アカトレ来た、松風来た、やっと来ました。皆さん、これ僕持ってないやつ、やったよ。このシェバリアだったかなから来て、このネプチューム持ってますが、サバネコを持ってます、もちろんヒエも持ってますが、このね、松風やっと来ました。星5ですが、最高だね、これ。いや、ずっと待ってました、これ。やっと所有することができましたね。じゃあ残りは1回ずつ、はい、引いていきましょう。さて、あ、星4か。なんでフォーカス来るんだよ、このタイミングでさ。
松風でめっちゃ喜んでからのこの落ち方が半端ないんだ、これね。めちゃくちゃ欲しかったものからめちゃくちゃいらないものへの、この、急落がね、やばい。はい、二代目、引いていきましょう。何なんだろうな、これ、ほんと。さて、何が来る？赤トレであってほしい。はい、赤トレ。お、いいですね。50周年の Z34 ね。これ、星7、解放されてますよね。僕、星6、プラプラなので、はい、目指せますね、星7を。さて、正真正銘のラストです。これね、何が来るか、頑張って貯めたスピチ系。最後、何が来るか、引いていきましょう。ラストは、赤トレで。ガヤルドか。いや、悪くはないんですが、もう、星7、解放待ちで、予備軍が多数待ってるんですよね、これ。まあ、いいでしょう。ということで、結果はね、こんな感じでしたが、一台一台で少し見ていこうと思うんですが、その前にね、綺麗に空になってますね。はい。こちらのね、ホイールオーダー、シャープロックをね、引いていこうと思います。3回引けますね。うん。結構持ってるんだけど、来るかな？ OK、オズレーシングの。え？あ、BBS 来ましたね、RE。今、メダルか。いいですね、これ。オズレーシングと BBS の RE、L2 来ました。この2つはいいですね。うん、納得ですね。3回引いて2つね、ホイール来てくれたら十分です。今回引いたものを見ていきましょう。この3、4と、そしてこのね、フォーカス、なぜ来るんだろうね。そして待ちに待ったこの松風来ましたね。これは嬉しかったです。で、ネプチューンとか、こういう風にハイスペック車両もね、何台も来てくれましたね。うん、ウラヌスとか、これグリーンモンスターですね。来てくれました。素晴らしい引きだったかな。ハイスペック車両としてはね。あとは、カーボックスに入ってるかな。ちょっと。こっちで。そうですね。はい、レガシーのこれがあって、で、まあ、先ほどのね。あ、パフォーマンスコンセプト、ここにありますね。はい。で、これですね。欲しかったこれですよ。S2000 無限バージョンね。これちょっと見ていかないとね、欲しかった種類一発目から来ましたね。今日最高です、これ。いや、欲しかった。イベントで僕ね、ゲットしてなかったので。これどうなんだろう、僕、走ったことないんですが。まあ、スペックとしては星5で、こんな感じですね。これは育てるべき1台なのかな？持ってる方、いかがでしょうか？早いでしょうか、この車。そして、ああ、そうですね、これ。うん。星6プラプラなので、星7を目指せるということで。他には、まあ、そんな感じですね。うん。まあ、持ってるハイスペック車両も来てくれましたが、まあ、例えば、こちらね、ウラヌス。以前、イベントでゲットした車両なのでね、今回で星5、2代目ですが、まあ、そうですね、残りの車両を少し見たいんですが、プレゼントボックスの方にあると思うので、少しね、取ってきます。ということで、はい、取ってきました。お気に入りにしておきましょう。今回ね、先ほどのウラヌスはじめ、星5プラスにすることができたものがいくつかありますが、やはりね、これですよ。一番欲しかったのはこの松風。もうこの達成感半端ないですね、これは。もうずっと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 欲しかった車両、なかなか来なかったこのハイスペック車両、RX8 のハイスペック車両、松風ですね。うん、今でも十分使える速い車ですが、この車両が出た時みんなこれ乗ってた記憶がありますね。それほど速い、はい、車です。今更ですが、星5のね、ステータスこちらですが。うん。
やっぱりこのステータスをね、当時出た時に見た時、みんなね、驚愕したんだと思いますね。素晴らしいですからね、このハンドリングとか含めてね。うん。まあ、いわゆるレア車がね、どんどん出てきていますけど、その中でもまだこれ、星6プラプラでね、十分戦っていける車両としてね、多数の方が乗っておられるのを拝見するのでね、僕も今回ゲットすることができて非常に満足しています。はい、ということで今回スピーチ券まとめて引いてみた、このような結果となりました。皆さん最後までお付き合いしてくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画、次の生配信でお会いしましょう。じゃあまたね。